さて、まあスキヤの思惑通りなのか、はたまた王の命令通りちゃんとできているのか、なんか話すとあるんじゃない？あー、特に言わないのか。あ、北の方に大地の精霊の祠がある。まあ今度は大地の精霊に行くってことか。なるほどね。ちゃっかり勝負したいやがんな。くそ、早く倒しに行くぞ。王にたらこのクソ城にこき使ってやる。こき使われんな。もうどの人にも言われんな。そんで未来が来るといいですね。はてさて、じゃあ倒したからなんか言ってくれんじゃない。これ、ここはまあ少なくとも童貞くれるはずだよね。おお、さすがですね。火の精霊の力をいとも簡単に得てしまうとは。そのノリで魔王を倒せんでしょうか。俺は絶対魔王を倒すんだよ。異世界から転生してきた俺に怖いもんって何もねえんだ。俺は最強なんだ。だいぶ自家嬢やな。だいぶ自家嬢な主人公になっちゃったね、今回はね。まあでもまあまあ、まっすぐだよね。まっすぐしてる。結構結構その息でございます。こちらも商売する会があるってもんですよ。おお、そうだよ。お前は本当に孫の側近か。そんなこと言ってんの、いいのかマジで。こうして勇者相手に商売まして裏切って思われないか。さあ、私はそう簡単に死なないから大丈夫と思ってますよ。気にしないでください。それよりお先にお進みください。次は大地の精霊の力ですよ。その心は森の奥にあります。おお、さっさと出せや。ガンガン突き進むぜ。口なし野郎、お前もしっかり俺の相手に立てよ。まあ少なくともどっちかが足引っ張ってる感はないんだよね。ちょっと失敗すると、アンラのね、HP、まあ、このミコちゃんの HP が非常に悪いんで、この子の扱い気をつけないとワンパンされるってことあるね。だから、ティラッチで調整されてると思うから、ちょっとね、気づけないとね。生意気コウモリが2匹になったわ。かわいいな。前回だったら生意気コウモリの方が弱かったんだけどね。まあ、多分強くはなってんだろうけど。街がね、すぐにね、あるってのはでかくて、こう、どんどん特技売ってっていいっていうのはいいよね。なんか前回みたいに買い食いしなくていいからね。あ、でもまあ、あ、めっちゃなんか手に入ってる。さてと、自然豊かな森の町か。なるほどね。前回この辺りで町の弱い男の子だっけ出たのって。じゃあ休んでから、はい、鏡見る、なんて言うんだろう。絶対出てくんのね、君は。以前より、この世界は魔物が増えたんだぜ。あ、そう。今のところ、全部、気質だけどね。それも、精霊の封印が解けて、魔王城周辺から悪い魔力が溢れてきてくるなんぜ。増える増える。そして人間魔物をお互い殺し、そんな憎しみまみれの素敵な世界なーんてな。げっへへ。また鏡見てんのか。そんな不気味な包帯の顔見て何が楽しい？この高町の周辺にはスライムが現れるんだな。スライムって RPG の王道だよな。本来の序盤に出てきていいはずなんだが、前回は序盤だった。この町でもあのスライムを元にした器量。ああ、そうなんだ。へえ。あの見た目のゆるさ、あ、スライムポポね。前世の世界に癒したグッズしたら売れそうだな。いや、俺が王になったらデザイナーとか呼んで作って、もっともっと多様に商品化してやろう。絶対売れるぞ。可愛いからな。でも案外凶暴だよな、あいつら。集団で襲ってくるし。スライムって獲物を溶かして捕食するんだろ。もうそういう設定忘れされちゃったよね。スライムってなんか王道で可愛くて弱いとかそういうイメージだからさ。まあ一応僕も中盤に出てくるスライムの作品はまあ知らんくはないけどね。テイルズとかは割とね、スライム結構後半に出てきますからね。そう考えると不気味だな。多様な商品化のゲームよく決闘だな。やめんのか。この先には進みたくない。前回のさ、主人公のスタート位置だよ、この先は。まあ確かにここに祠はないけど、進みたくない。この主人公もなんかあんのか。あ、なんだ、こんだけなんだ。ここにいるだけなのね、君は。情報を聞けば、あ、このすぐ南の小さな砂漠には地下に続く階段があります。そこには罪人、そうだね、罪人、それこそがエグリマティアスって言っとったしな。魔法監獄があるのです。行ったことはないですが、そこは闇に包まれて恐ろしい場所なんです。行かない方がいいですよ。行きたくもないでしょうけど。ああ、なるほどね。結局とかそうなるのか。てっと、
森の祠に着きました。まあレベルもそこそこにあるんで大丈夫だとは思うんですけど、ってことはあいつか。さあここに入りましょう。その光もう驚かない。うぅー驚いとるやないが。いや怖いって、もうこの光怖いよ。やっぱこの色でさ、元を知ってるからちょっと元気あるんだよね、顔が。やっぱ怖いわ。ドットよ、ここまで怖くできるんだね。やっぱ前作やってる身からするとやっぱ怖いよな。しかもこいつってさ、大地のせいで確かなんか言ってたよね。だいぶなんか人間に対して恨みを抱いてたんですよね。まあ氷の精霊がもそのうち出てくるんだけど、氷の精霊もかなり恨み抱いてたからな。それを考えるとちょっと怖いな。3回攻撃も覚えたんですよ。てか通常攻撃3回で強くない ?1、2、3、1、2、3。あーでもこんなもんか。炎が効くね、やっぱ。炎が効くは140ってことはだいぶいくね。まあ、回復魔法も覚えてるし、アンナがちょっとね、怖いなっていうぐらいですね。ティラッチが1000あるんですけど、アンナがね、580程度しかないんで、まあ、連続攻撃ワンパンって可能性もなきにしもあらずなんで、ちょっと怖い。ティラッチに合わせられたらきついでな。あ、イグニスソードはこんなもんか。オッケーオッケー、まあまあまあ、まあ、ティラッチなら大丈夫だ。ティラッチなら大丈夫なんだ。3回攻撃とイグニスソードやったら、イグニスソードの方が一応、コスパはいいのか。コスパはいいね、こっちの方が。まあ、負ける感じはないけど、さすがにちゃんと、2人分の装備を整えないといけないけど、まあ、難易度はその分、ちょっと緩めに、あ、やばい、これいきたい、これ強い。アンナはね、ちょっとね、万全を期していた方がいいよ。まあ、盤石を期して500、600あるもんね、そうそうそう。ちょっと自分のことを大切にした方がいいよ。落ち着けばいいから。そんなま、まだ今のところ落ち着けばいけるはず。お、意外とやっぱタフになってんね。前回のと違って。やけどが癒えた。やけど結構ターン長かったのにしても。2800ぐらいやな。ってことは、簡単に言えば HP は。大地を癒すね。大地癒し多いね。まあ、ティラッチも回復させとくか。じゃあ、ティラッチ回復して。OK! さあ、とりあえず、この悲観を聞くときか。悔やんでも悔やみきれない。私はただ平穏に過ごしたかった。自然に囲まれ、動物たちや穏やかな魔物族たちと暮らして、魔術師天皇として選ばれてもそれでもよかった。なのに肉体を奪われ、魔王の封印に利用された。動物たちは皆殺されもういない。穏やかだった魔物も凶暴になってしまった。私は孤独になった。もう、人間も魔族も嫌いよ。そして私自身も嫌い。もっと、私ももっと素直になれればよかったのに。そうすれば、魔術師の仲間たちともっと楽しく過ごせたのかしら。かわいそうな子。新たに平穏が訪れますように。素直な子じゃなかったんだ。フィト城、そうだ。フィトだ。口では言ってたけど、寂しかったんだ、ずっと。お、いいね。やっぱ力が巡ってくる。そして倒した時の爽快感、癖になるな。癖になるな、ま。そうなんだよな。勇者からすれば、こっちの世界の王たちからすれば、倒せとしか言われてないしな。あ、なんか聞こえんのか。俺なんも聞こえねえぞ。力も得たし、酒に行こうぜ。ああ、早く王になりてー。だから、間違ってはねえんだ。そうか。ああ、なるほどね。やっぱりそこは一緒なのね。巫女は聞いちゃうんだ。でも巫女は巫女でさ、これさ、毎回聞くと心壊れちゃうぞ。大丈夫かな。あなたに平穏が訪れますように。悪い奴じゃなかったんだよー。ピト。さあ。まあ、あなたの思惑通りか。それとも勇者としての使命か。倒してきましたよ。二つとも。え？突然ですが、
お知らせがあるのです。何？体験版はここまでですって言わないでね。ちょっとそういうのあるからね。大丈夫かな？はい。あ、なんだよ。うん。勇者様に商品売ってるのが魔王様にバレました。おぉ、やばいね、それは。え？それ大丈夫なのか？そうだよ。めっちゃやばいことじゃん。んで、魔王様は私にこうおっしゃったのですよ。けしからん。もっとやれ。けしからんのか、やってほしいのか、どっちやねんな。ノリノリかよ。勇者様方に強くなって、自分に挑んでほしいとのことです。実際、魔王様はめちゃくちゃ強いですからね。確かに、強いと思うわ。だからあれが、そうか。ちょっと今ね、自分の中に合点がいったんだよ。魔王は、強いやつと挑みたいんだ。戦いたいんだ。今後とも遠慮なく私の商品を、どんどんご活用ください。うっひっひっひ。それでいいのか、魔王最後は。なんか気に悪いな、お前も魔王も。俺が魔王を倒してやってくれ、お前も倒してやろうか。おやま！それは楽しみですな。楽しみ待ってますよ。おや、そんなこんなで、ね、いつの間にか、清涼時間を2つ得たのですね。どうぞどうぞ、お先にお進みくださいな。ご武運の祈ります。なんてね。さて、それで勇者の一行、西の大陸にご案内。これからも頑張ってくださいね。さあ、西の大陸か。ってことは、あの二人ってことか。マップはもう、大道は変わらんか。はははははは。新しい大陸に足を踏み入れる。しない？あ、そうですか。同じことを言うな。いや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 。エリクサー？エリクサーじゃん。いや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 、もうエリクサーじゃん。エリクサー売ってんだけど、けしからんもっとやれとは言ったけど、エリクサー売れとは一言も言ってないだろう。ちょっと待って。同じの売ってるじゃねえかよ。よく見たら。ちょっと待って。がばい。同じのが売ってる。ちょ。4つも同じの並べるな。同じのが並んでる。そんなに進めなくていいって。新しい魔物とか増えてんのかな？ちょっと見てみたいな。ああ、森林蛇。はい、どうも、森林蛇さんですね。ご存知ですよ、あなたのことは。はい。強くなってんのかな？あー、うわ、強い森林に対して、うわそうか、弱点属性か。あ、いるやん。どうせ北には王家がい、山賊王家がいていけないって言うんだろ？買い物つけますよ。おいしくしてるでしょ？いや、やっぱいつものです。何もしないっていうのは意味ないから、情報って言うとどうなの？あ、やっぱりな。同じこと言っとんな。待って、もうまた山賊の方がね、また言ってる。あ、同じこと言ってる。まあ、雷精霊行けと。あ、また同じこと言っとる。そうです。あの、雷の精霊は、まあ、簡単に言えば土属性の魔法をぶつければ、あっという間に勝てますね。はい。まあ、鍛えていけば問題なく倒せますよ。レベルは言わないんだね。もう。もうレベルって言わなくなったんだね。てか、町とこの商人の1よ。全回行くポイントとさ、商人の1。ちこ。あ、北の森は危険ですよと、山岳地の町になりますと。じゃあ、ここの鏡も見れるってことだ。はい。魔王の目的は、世界を滅ぼすことだぜ。そのために、まず人間を殺す。そしたら魔物が増える。魔物は頭が悪いから、増えるだけ増えて、そこら辺の魔力やエネルギーや自然を食い散らかす。そうすると自然と魔物は減っていくわけよ。ま、あとは魔王がバビータイスでいいだけでさ。ん？ああ、なんで俺が魔王に詳しいのかって？鏡のせいだからさ。鏡は何でも映すだろ？そういうことだ。この人誰なんだろう？なんかね、他のゲームでもいらっしゃるみたいですね、このゲームは。こいつ自体は。だから他のとこで多分姿がわかるか、この作品でわかるのかちょっとわかんないかな。おい、かわいい、何が映ってんの？ゴミでも映ってんのか？いや、その言い方よ。横暴すぎない？え？それより俺の話を聞けよ。この山並み見てて思い出したんだけどさ。俺は、この世界に来る前、バイクっていう、この世界でないめちゃくちゃかっこいい乗り物に乗って、夜の道を走り抜けてたんだ。すっげえスピード出るんだぜ。重点も心地いいしよ。んで、ブイブイ飛ばしてたら、なぜかトラックがこっちに突っ込んできてな。あ、トラックってのも乗り物一緒だぜ。
で、一発で死んじまった。一瞬過ぎて、死んだみたいなのを覚えてね。トラックの運転手絶対許さない。でもまあ、その時にこの世界に呼ばれたんだろうけどよ。大の人生か、王様か、最高だな。そのためもさっさと魔王を誘わせて、な。ねえ、この勇者のことは巫女のことをなんだかんだで信用してくれてるといいんだけどね。ただのなんか利用って考えてるのがどっちなんだろう。ちょっとした絆が育まれるといいなぁと、私は思っております。じゃあ雷の祠目指すか。多分ここは雷スパイダーだよね。一体出てくるとは相当な自信者と見た。土沼、土が効きます。はい、めっちゃ強いですね。あれ弱点倍率高いな。あっちゅう間に着きましたね、雷の祠。まあ、土属性が弱点なのは雷スパイダーで分かったことなんで、行きましょうか。さあ、雷の精霊。悲観。いやー、怖いなー、やっぱ。いや、3回目となっても怖えなー。雷の精霊、ピト城が好きだったんですよ。確か、1の時はピト城にちょっと思い入れがあったっていうのを聞いてます。そんなピト城の土の力を使わせてもらいましょう。で、物理攻撃が強いって言ってたから、まあ、魔法攻撃で攻めるの。だからこの、アンラーを大事にしたいんですけど、出るかな弱点属性であるから出るかなあ、めっちゃ出る。いや、うん、めっちゃ出る。うん。あー、うん、あ、沈黙したわ。だったら。あ、やっぱアンラ狙うとちょっときついね。だから、最悪ティラッチは、この回復魔法じゃねえわ。回復道具使ってアンラをね、回復させつつ、まあ、基本的には弱点属性をつけてば、苦戦することはないでしょうと。オッケー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 。やっぱアンラが狙われるとまずいね。このミコが基本的な、でも待てよ。ティラッチも十分出てんな。いや、ティラッチの方で、いや、待て。物理攻撃滅法強いとは言っていたものの、あれだな。ティラッチの方出るな。この勇者強えな。てっきりなんか、いや、勇者強いよ、お前。お前一人でなんか世界救えそう。なんか、一人で世界救えんじゃねえかなっていうね、気すらしてきたわ。なんか。強いもんだって。ニキティースで攻撃を受けたったらいいんだから。まさかまさかなんですけど、なんか普通に強いと言いますか。あれ、普通に強くないか、君。612、うん。あ、でもあんまりなんかあれだね。攻撃上げてもって感じか。お、あれだね。あ、強いね。あ、強いね。あ、うん。うん、この勇者強いわ。うん。あ。人間として、魔術師四天王として過ごす時は誇りだった。肉体を奪われ、魔物のような姿になり果ててもなお、魔王の封印に、司れたことは誇りに思っている。だがそれを無に返した。ああ、虚しいことだ。私たち魔術師、いや、精霊四天王の無念は計り知れない。人間も魔族もとても愚かだ。そして一番愚かなのは、今の魔王に間違いない。世界を混乱に陥れ、滅ぼすなんて、絶対にあってはならないことだ。かわいそうな子。君は間違えないで、正しく進んでくれ。なるほどね。ケラウロスの霊魂を手に入れた。ん?じゃあな。俺は確実に降りられる器ってことだな。次は最後の精霊だ。さっさと楽しみに行こうぜ。ミコは多分、あれかな。あの人を止めるために、君は間違いない。楽しく進んでくれ。そっか。なんか髪色も似てるから、ちょっとなんかそういう気もしないでもないんだよな。今の魔王の姿を僕は知ってるからね、続編だから。あいつだもんな。